にちは、オンビーハニーとシロです。今日は待ちに待った久保田ダウンロードコンテンツやってまいりました。皆さん、はい、待ちに待った久保田が来ましたよ。よー、来ましたね。早速ね、久保田の新しい仲間たちを揃えてみました。はい、いっぱいあるね。このような感じですね。しっかりね、久保田のマークも入っております。このためだけにね、はい、今日は動画を撮ろうということでね、もうこれが何かとかね、もうそんなものはね、もうあの解説はしません。とりあえず久保田を1台ずつくるくる回して遊んでみようと思います。思います。それでね、今回からね、うん、2人乗りのね、そうできる、そう車も追加されたということでね、うん、で久保田以外もね、なんかできるやつあるらしいんですけど、はいはい、まあ今日に関してはとりあえず久保田でね、はい、2人乗りというものを試していきたいと思います。思います。じゃあレッツゴー。ゴー。はい、まずこちらですね、M5091 ということでね、まあ、3点リンク後ろついてます。細いんでね、ブドウとかそういうものの感じじゃないかなと、うん、ああそうだね、細さがってますね。はい、まあ大体乗り心地はそんな変わんないんですけどね、このゲーム。はい、で続きましてこちら、これが M6 になりますね。ちょっと大きさが大きくなりました。はい、馬力としてはですね、M6 はこちらですね、104馬力でねなっております。ちょっとざらっと見ていきましょうか。で次 M7、7に関しては 128M8、 これが180馬力ですね。でここまでがもうトラクターで、 M8 の180馬力が一番大きいシリーズになります。これが M7 ね。ここからね、助手席らしきものがあるんですけど、これ乗れるのかな、行ってみよう。これは乗れないね。これは乗れないね。ということはこの M8 から乗れるのかな。この助手席だけなんかちょっとしっかりした座席に見えますよ。どう、乗れる？あれ？トラクターは乗れないのかな。乗れないね。反対側じゃなくて乗れないね。ああ、乗れないのか。トラクターは乗れないのか。で、この辺が、まあ、ホイールローダーかな、フロントローダーでね、61ホースパワーで、スキッドステアローダー、この辺ね、ちょっとあの可愛い動き方するんでね、楽ですよね、作業がね、とても、うん、はい、そうしましたらこちら車がね、2台ありますよ。で、こちらの車が2人乗り、あちらの車は4人乗り、まあ4人っていうか、まあ4人は乗れないんだろうけど、で、今回からこれが2人乗りでね、乗りたかったな、夢だったの、これこれがね、あるとないとでは全然違うよってことでね、うん、はい、楽しみにしてたんですよ。そうなんです。ということでね、ぐるぐる回っていきますよ。ほら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 、これでね、ドライブデートも楽しめるよ。はい、ということで次行ってみたいと思います。これ大きいバージョンですね。はい、 X1140WH ということでね、こちら40キロまでがね、これは出ますよ。これは4人乗りできそうだけどね、どうなんでしょうね。できたらいいね。できたらいいよね。まあちょっとあの、また参加型の時とかにね、試してみたいと思います。はい、今日は2人しかいないんでね、うん、でもいいよね、この2人こうなんか取ってたか掴んじゃって、これ見てくれ。いや、これはよりファーミングシミュレーターが楽しくなるんじゃない。絶対なる。もうこれで観光に行きたい。
本当だね。マップを一緒に見れる、ね、これでね、マップを、いろんなマップ、モッドマップとかをね、旅するような動画も撮れるということでね、うん、いや、最高じゃないですか。いいですね。いいですね。それでは最後にね、トラクターにつけるフロントローダーが8000ドルと7200ドルってことでね、はい、パワーは、100ホースパワー、それと180ホースパワーということでね、うん、なっております。お、乗れた。そう、乗れた。従来の車も乗れるようになってるんですよ。すごー。これはね、みんながやっぱり欲しがっていた機能なので、うん、まあ、考えてもらえてよかったですよね。多分これも乗れると思うんだよね。はい、イエーイ。いやー、いいね、いいね、いいね。続いて普通の車乗れるか。どうだ。乗れた。これこれこれ、これ乗れるの嬉しいね。これ大好き。ヨッホー。いいね。車内カメラにしてもね、映りますんで。はい、これでデート気分を味わってもらえるというわけですね。乗れないね、これは。あ、これ乗れないんだ、うん、かっこいい車なのに。まあ、乗れる車と乗れない車があるよっていうことなんでしょうね。そうだね。まあ、今後のアップデートで乗れるようになる可能性はありますけど、うん、乗れる車、乗れない車がありますんで、その辺をちょっと注意して、くださいねということでね。2人乗りのマークとかがあるわけではないみたいなんで。そうだね。だこの辺はちょっとやりながら、この車乗れるよ、この車乗れないよっていう情報もね、うん、またやっていきたいと思います。本日は久保田の紹介になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またね。